たときに手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この時、電波発信で電信をご使用されますが、携帯電話との通話はマイナーキャストなどご迷惑になりますのでお伝えください。飛行機は第1ターミナル N34 番ゲートに到着する予定です。ご質問がありましたら非常係員にお伝えください。エアジャパンの ANA ニュージーランド航空の主要な商品をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。Ladies and gentlemen, we have landed at Hong Kong International Airport. The local time in Hong Kong is 1:30 p.m. June 14th. Please remain seated with your seatbelt securely fastened under the captain turrets of the seat of time. Take care of opening the bag compartment and baggage bay for us. From now on, you can use electronic devices that limit radio waves. However,抵达香港国际机场，欢迎你回到香港。今天是2019年6月14日星期，现在香港的气温是28度，天晴。我们将会停泊向右客运大楼34号闸口，乘客可以在离开机舱后乘坐无人驾驶去离境大堂。多谢各位乘客的协助，令到本航班提早到步。在信号灯仍然亮起，请各位乘客保持就坐及紧急安全带，直至安全带信号灯熄灭为止。由而家起开始拥有网络功能的电子设备，但请使用的时候避免为其他旅客带来不便。打开上方行李柜的时候，请小心行李滑落，并记得拉上所有随身物品。今日的本航班全体机组人员多谢各位选乘 Air Japan、ANA、纽西兰航空的联航客机。我哋期待下次再次能够为各客服务。祝个下有美好的一天。